This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。11月3日水曜日のニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。習近平国家主席は1日イギリスで開催されている気候変動対策の国連の COP26 首脳級会合で署名による挨拶を行いました。習主席はいかにして気候変動に対応し世界経済の回復を促すかが我々が直面する時代の課題だと指摘した上で、多国間の共通認識を維持し守ることや各方面が着実に実行できる目標とビジョンを制定して気候変動対策の実施を促していくこと、クリーンな発展へのモデルチェンジを加速することなどを提案しました。習近平国家主席は2日ペルーのカスティジョ大統領と祝電を交わし国交樹立50周年を祝いました。習主席は祝電の中で新型コロナウイルス感染症の発生以降も中国とペルーは力を合わせて困難を乗り越え団結し互いに助け合い感染症対策とワクチンに関する協力に積極的に取り組んできたとして両国関係の発展を重視し国交樹立50周年を契機に中国とペルーの全面的戦略パートナーシップを新たな段階に推し進めていきたい考えを示しました。李克強総理は1日国家市場監督管理総局を視察し座談会を開きました。李総理は席上市場主体を大いに拡大し市場の活力と社会の創造力を引き出す必要があると強調しました。李総理はこの中で雇用、基本的な生活、市場主体、食料とエネルギーの安全、産業チェーンとサプライチェーンの安定、末端組織稼働の保障を確保し、改革開放を推進し、経済的な動きを適切な範囲内に保ち、安定的で持続的な成長を維持しなければならないと述べ、品質安全管理と知的財産権保護の強化、政府サービスの効率化、通関利便化と国際協力の促進、外資誘致の強化なども要求しました。アメリカが発表した南海での原子力潜水艦事故に関する最新の調査結果について、外交部の汪文斌報道官は2日の定例記者会見で、事故の状況を詳細に説明し、地域諸国の懸念と疑問に応えるようアメリカ側に改めて呼びかけました。汪報道官はアメリカが事故の発生地点をインド太平洋地域の国際水域などと意図的にぼかしているとして原子力潜水艦の航行の目的や具体的な事故発生地点また放射の漏れがあったかどうかや海洋環境を破壊したかどうかなど外部にとって深刻な懸念や疑問を抱かせる問題について明確な説明を求めました。また汪報道官はアメリカがこれらの問題における説明を怠っているとした上でアメリカの不透明さと無責任さが完全に露呈したと非難しました。今月5日から10日にかけて上海で開催される第4回中国国際輸入博覧会に日本の芸術家草間彌生の代表作かぼちゃが初登場することが分かりました。今回の輸入博で新設されたアートスペースに展示される予定のこの作品は高さ3メートルのステンレス製彫刻ですでに上海自由貿易区の保税倉庫から展示室に運ばれたということです。今回アートスペースではかぼちゃのほかに中国の近代印象派表現主義の画家張大仙やフランスの印象派の画家カミーヨ・ピサロイタリアの画家フランチェスコ・グアルティなど多くの有名な芸術家の作品が出展されます。ジャイアントパンダといえば四川省が一番有名な生息地ですが
実は北西部の陝西省もパンダの生息地として知られています。省内の新麗ジャイアントパンダ研究センターでは今年赤ちゃんパンダが5頭誕生しました。この5頭のうちオスとメスの双子を含め一番下の子は1ヶ月未満、一番上の子は6ヶ月とどちらも生まれたての新生児です。母親はいずれもこのセンターに暮らしているヤーヤーです。新麗に生息するパンダは2005年に初認定された亜種で、おなじみの四川亜種より頭蓋骨が小さくて丸い、鼻が短い、毛が薄いといった特徴を持っているということです。以上、今日のニュースをミンヒョがお伝えしました。